イークプレイヤーは、任天堂が2003年に、中国で発売したゲーム機。2003年に、上海、広州、生徒など一部都市を皮切りに、2004年春に、全国展開された、コントローラー型のゲーム機であり、直接テレビに接続して、ゲームをプレイする。任天堂と中国系アメリカ人の科学者である、ガン・タダシ軍が出資する、現地法人。 神言う鍵によって発売された。別名詞に勇気。性能は、任天堂64をベースとしている。イークプレイヤーが、コントローラー型を採用したのは、中国では、青少年に悪影響を与えるという理由で2000年6月から、末置きゲーム機の発売禁止令が施行されていたため、携帯式にすることでそれを交わしたためである。イークプレイヤーでは、 ゲームソフトを販売するという方式ではなく、ゲーム販売店に設置されている機械で、メモリーカードに直接ゲームを有料でダウンロードするという方式が取られている。これは、コンピューターゲームソフトウェアの海賊版が横行している、中国の現状を考えてのほか、カートリッジなどの生産、販売コストを少なくするためという理由もある。発売された当初は、 スーパーマリオ64、ゼルダの伝説時のオカリナ、スターフォックス64、ウェーブレース64など、ニンテンドー64向けゲームの翻訳版が本体と、同時に発売された。なお、1989年6月4日に発生した、天安門事件を想起させることから、ハード名や、ゲームタイトルから、64が外されている。また、2004年には、 販売店でのダウンロード方式に加えて USB ケーブルとインターネットを用いてソフトをダウンロードすることも可能になった。どちらのダウンロード方法でも販売店で新融票という専用のプリペイドカードの購入が必要であった。本体と同時販売された4タイトル以外は中国国外のコレクターには入手難易度が高くメモリーカードが 複数必要となるソフトのコンプリートに応する労力は並大抵のものではない。いーくプレイヤーコントローラー。ありがとうございます。